Hey guys, it's Shido. 皆さんこんにちは、Shidoです。今日は3秒で肩こりを消してしまうという究極のShidoササイズを皆さんにお伝えします。さあ、肩こりを感じる部分ってこの部分ですよね。じゃあ実際に筋肉見てみましょう。一番大きなメインの筋肉としてはここ僧帽筋、とても大きくて分厚いボリュームのある筋肉です。後ろからも横からも前からも見ることができます。そしてこの筋肉を剥がすと、この下に肩甲骨から上の方に伸びている肩甲挙筋、そして前側胸鎖乳突筋という筋肉があります。このあたりがしんどさを感じますね。この腕ってすごく重たいの知ってますか？体重の約 6% と言われております。なので70キロの体重の人は約4キロがここにぶら下がっている状態です。で、骨で見てみると、この腕の骨はまず肩甲骨につきます。そして肩甲骨から鎖骨につながります。肩甲骨から鎖骨につながって、そのまま鎖骨はスーッと前の方へ行き、真ん中の方へ行き、胸骨についています。で、この4キロほどもある重量の腕は骨としてつながっているのは唯一この胸骨と鎖骨の1センチ程度の関節なんですね。で、他は筋肉でぶら下がっている状態です。で、そうすると首から肩につながっているこの筋肉は常にストレッチがかかった状態、デスクワークをしている時なんかはこの腕が重みによってグッと下げられて、ストレッチがかけられながらもこの位置をキープしようと収縮しようとし続けるんです。伸びながら収縮しようとする、ストレッチがかかりながら収縮を行うっていう矛盾した状態が起こった時に、これは過緊張という状態になります。で、そうすると筋肉の中に血管が走ってるんですが、その血管も引き伸ばされることによって細くなり、栄養供給ができなくなってしまう。そして疲労物質が溜まりやすくなって、しんどくなるということですね。肩こりのセルフケアとかストレッチってこういうやつ多いじゃないですか。こういうやつ、こうやったりこうやったりするやつ。で、これって首から肩にかけてストレッチをかけるっていうセルフケアなんですけど、そもそも伸ばされながら壊されたものに対してさらにストレッチをかけるって、これ良くなると思いますか？そうなんです、良くならないんです。良くなるどころか、ストレッチかかることでさらに筋繊維とか、筋膜に傷がついてしまう。なので肩こりに対してこういうストレッチっていうのはおすすめしません。筋肉というのは細い繊維の束が集まってできたものなんですね。細い筋繊維というものが何本も束になって筋内膜という膜で覆われます。で、この筋内膜に覆われた筋繊維が今度何本も集まって筋周膜という膜に包まれる。で、これがまたさらに集まって筋外膜という筋膜に包まれた、皆さんが知る筋肉の形になります。ちょうどここにプラントハンガーがあります。これ素材は麻紐なんですけど、筋肉の構造にとてもよく似てますね。細い筋肉の繊維が集まって束になり、一つの筋肉を作ってます。で、ストレッチかかってる状態っていうのはピンと伸びた状態、筋繊維が伸ばされながら密になってます。ピン。で、今回やる肩こりを3秒で消すShidoササイズというものは、伸ばすのではなくふわっとたるませる、ふわふわ、こうすることで筋肉の余計な張力というものを消します。ただこれだけ。2段階あって、まずはたるませる、そしてその後逆方向にストレッチをかける、この2段階で肩こりを消します。
腕の重みで下に下がり続けてストレッチされたこの筋肉を肩をグイッと突き上げることでこの筋肉をたるませます。この筋肉にストレッチかけるじゃなくてたるませるっていう概念が新しい、重力とか張力から全て解放させるっていうことですね。で、たるませた瞬間に筋肉は重力と張力から解放されて毛細血管がふわっと一気に広がります。そうすると急速に栄養供給が始まって回復が始まります。じゃあ実際に肩こりを消すワークをやってみましょう。こういうテーブルとか台を使います。テーブルから足1個分くらい後ろに下がってここから手をつきます。肩幅よりもちょっと広めがいいです。でここから腕をピンと伸ばして張った状態で体を下に沈める。このポジションに持っていくだけ、簡単でしょ。このポジションで筋肉はふわっとたるんだ状態になります。もう一回やってみましょう。手をつきます。肩幅よりもちょっと広め、腕ピンと伸ばした状態でここから体を沈める。これが1段階で、2段階目はここからさらに体を沈めます。1段階目はふわっと筋肉がたるんだ状態、2段階目で逆ストレッチをかけます。もう一回やってみよう。手をつきます。肩幅よりもちょっと広め、腕ピンと張って体を沈めるだけ、これだけで、一つ注意すべき点は自分の肩の力を入れてグッと肩をすくめるんじゃない。肩は力を入れてはいけない。腕によって上にグイッと突き上げられるだけ、ただそれだけ。3秒後には回復が始まって5秒後10秒後には肩こりは消えていると思います。この肩こりを3秒で消す指導支えというのは運転している時も使えます。これで運転してて、あ、肩しんどいなってなってくるでしょう。これストレッチかけちゃダメです。ストレッチ絶対ダメ。一回車止めましょう。ハンドルに手突っぱねて腕ピンと伸ばして体をブーンと下に沈めていく。これでさっきと同じポジションが作れます。筋肉がふわっとたるんだ状態、肩こりにすごく有効で画期的な指導サイズですので、周りでお困りの方がいらっしゃったら、まあ、この YouTube を教えてあげてください。内容が良かったらいいね、そしてチャンネル登録よろしくどうぞ。